とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。久しぶりだね。生きたツタのアーマーです。エンチャントは、防護、クールダウン、ポーションバリア、そして毒フォーカス1がついてます。武器は覆われた怒りですね。ダイナモ、リフレッシュ、ガードストライクです。で、ドラ、キノコですね。弓には、パープルストームの無限クールダウン編成です。デイリークエスト、行ってみましょうか。ノンストップでやっていきます。では行きますね。デイリー2のジャングルの寺院のところですね。エメラルドが4になるまで回復する。で、ウィッチになって、プレイヤーは臆病ですね。このね、ダイナモがかなり溜めやすいっていうのが、この装備のいいところかな。うん。ダイナモ溜めやすいし、あと危ない時でも結構待てるので、これはいいよね。じゃあ、ダイナモと結構相性はいいと思います。敵をこう動けなくして、その間にダイナモ溜めることできるので、しっかりとダメージをね、稼ぐことができますよね。で、キャプテンはもちろん、全部、倒します。いるかな？ここは結構キャプテンいると思うんで、多分大丈夫と思うんですけども、たまにね、5体ぐらいしかいない時とかあるんだよね。でも確実に3体以上はいると思うので、やっていきます。で、矢の無限増殖はしません。なしでいきます。しゃ。で、これ緊急の時は、逃げれるし、さらにポーションバリアもついてるのでお得ですよね。あ、お得っていうか、まあまあそれは厳選した成果なんだけども、いいですよね。やっぱポーションバリアがついてると緊急時にすごく対応しやすくなるので、いいっすね。シャープ。このね、クリーパーの処理とかにも向いてるよね。動けなくして安全なところで爆発させればいいから向いてる。まあ、ただこれポーションのクールダウンがついてないので、60秒間、待たなきゃいけないっていうのが、それはちょっときついところだけども、仕方ないね。まあまあ、いざとなったらツタに絡めて、時間を立ちましょう。おっしゃ、危ねえ。おい、オッケーオッケー。結構ね、このぴょん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 してると矢が足りなくなるんですけども、まあ大丈夫かな。一応無限ついてるんで大丈夫と思います。パープルストームじゃない方が本当はいいんだけど、ま、無限ついてるのこれぐらいしかないんで、しゃあないですね。はい、終わり。できればね、なんだ、あ、危ねえ、ピンクスポンドレルとかの方がいいんだけど、あれはね、矢がね、ちょっと少ないんだ。何が出る？モブエ速度 90%。 面白くないやつだね。当たりなんだけど、動画としてはあまり面白くないやつかな。もうちょっとこう歯応えのあるのが出てきた方が、動画としては面白みがあると思う。でもまあまあいいじゃないですか。次がある。いいよいいよ。一気に固めてダイナモで叩くっていうのがやっぱり気持ちいいね。ダイナモは気持ちいい、ほんとガシューンっていくから音もいいしね。このダメージもすごく気持ちよくていい。オッケー。こん中あるっけ、どうだろう。なんもない気はするんだけど。あ、あ、いるいるいる、やった。しゃあ、ウェイ。神秘です。なんでしょうか。あ、遠距離モブに加速がついてる。いいんじゃないですか。俺なんかここ初めて来るかもしんない。あんまりここ出たことないな。
あ、でもキャプテン多分いないね、これ。おそらくキャプテンはいなさそうな気配。あー、落ちた。難しい、ここ。敵多いね。よっしゃ。ここ難しい、なんか。あー、面白い。すげえ、ここ。すごい場所だ。キャプテンがね、奥の方に1体ぐらい行ってくれれば嬉しいんだけど、多分いないかな。スイッチで出てくるタイプだったんで、キャプテンはいなさそうかな。いいね、リークリーフも処理しやすい。あ、トゲだ。危ない、トゲ死ぬ。トゲは死んじゃうよ。気をつけていこう。危ねえ。じゃあよし、耐性とかついてても大丈夫ね。いないか。多分もういないと思うけども、まあ一応最後までいきましょうか。スライム多めだから矢がたくさん出てきてくれて、まあお得ではあるか。え、どっち。いやー、でもまあ初めてのなんかこういう横道のダンジョンだったな。おそらくここ俺見たことないな。え、またまたっすか。でもやっぱこうツタのアーマー様々だね。本当に敵があんまり寄ってこないからダメージがあまり受けなくていい。うん、でしかも近くを俺飛び回るんでドラがしっかりと入っていい感じです。まあここだからいいっていうのもあるかな。うん、スライム多めだからリフレッシュがすごく発動してやりやすい。でもキャプテンはもういなさそう。いないね。敵多すぎないか、ここ。まあいいや、行きましょう。どこに出てきたのこれ。あ、いや、ダメ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 、結構先の方に出てきたからちょっと戻ってキャプテン探します。よっしゃ、最初の1体だけだったね。あぶねえ。よし、いい感じに処理できる。はいはいはい、キャプテンもこれね、下に絡まって動けなくなるから超お得。よし、ゃで、今神秘を2つ取ってるのか。あー、3つ目モブダメージ 100% 増加でも大丈夫でしょう。安全に倒していけるので。よっしゃ、脅威を探そう。危ない。脅威のやつどこにいる。あ、ちょっと待って、雲がうっといな。なんかやたらダメージ受けたんだけど。あ、ダブルダメージ、ダブルだったのかい。あとここの奥に多分1体ぐらい、あぶねえ、いそうな感じですね。はいはいはい、いいね、寄ってこさせないよお前を。 OK、 安全に処理していく。多分この奥の方に1体いるんじゃない。いや、いた。どこだ。 100% 増加してるから一応安全に行きますね。あ、やばいやばい。 100% 増加はダメージ2倍っていうことね。大丈夫大丈夫。よいし、おお、でも大丈夫。あー、旗を早めに取っとかないと消えそうだからなんとかしていかないとね。オッケー、脅威を取りましょう。1か。もういないでしょ。たまに2体いるときはあるよね。おお、痛い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 、いった帯電いった。よし、帯電いったいったい。よし、800個あればもうあとはずっとぴょんぴょんしてて大丈夫でしょう。で、この下
ターは、キャプテンいないね。オッケー。残り2体。多分、最後の、スイッチで開ける洞窟の下、あそこにいるんじゃないでしょうか。いくよ。はいはいはい。いや、スターアーマーなんか好きになるわ。本当に。見た目もね、俺意外と好きなんですよね。この赤いちょっと邪悪な感じが結構好きなんですけど。やっぱり敵がね、あまり近づいてこなくって、火ダメがしっかり抑えられるっていうのが結構好き。で、ダイナモとの相性もいいんで、ここ使っていこうかな。本当に。ちょっとたまにはやっぱね、このお気に入りのやつっていうのを使っていかないとね。よし。でもお気に入りはもっとあるんで、それも、たまには使っていきましょう。ずっと倉庫に入れとくのもね、もったいないので。じゃあで、レイリーもね、ちゃんと全部クリアできるような感じにはしときたい。やっぱ難しいやつ難しいですもん。 75% とか、あと変更とか。変更はまあ、うん、別にそうじゃないけど。ああ、やばい、お前らか。ちょっと待て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 。嫌いなやつが来た。あっぶねえ。浮遊射撃がいる。うん、あれ嫌いなエンチャントランキング、ちょっとあれ入れてなかったんですけど、あれは嫌いなんですよね。ちょうど あの存在を忘れてたってやつで、嫌いなんですよ。めんどくさいもん。じゃあ、オッケー。一応倒しながら行って、あれだね。よし、リフレッシュを貯めとかないと。おお、落ちるなよ、落ちるなよ。ヴァンガードはちょっとリーチが長いんで、あんまり相性は良くないです。いる？あ、いた、やった。じゃあ、いいね、お前らも倒す。じゃあ残り1体だね。残り1体、おそらく洞窟にいると思います。うん、矢もむちゃくちゃあるな。これもう機械仕掛けで行ってもいいぐらいだ。機械仕掛けで行っても全然余るんではないでしょうか。いいね、寄ってこないよ。一応宝箱も取っていきましょう。別にいらないけど、別に必要ではないですけども、いきまーす。 OK、 あんまり長くなってもねあれなので、ここからはちょっとボスまで大急ぎでいきます。基本あまり倒さなくてもいいようなところは倒さずに。よし、じゃあ、なんか痛いな、やばい、噛まれた。オッケー、いいよ。トゲがいる。おう、怖い、トゲ怖い。よし、とりあえず動けなくしてから倒す。トゲ怖えな。あぶねえ、死ぬとこでした。よく耐えた俺。ちょっとここでスライム倒して。危ない、いやいや、やめてやめてくれやめてくれ。ちょっと果物をいっぱい食べて回復しよう。よし、極力倒さずに進んでいくぞ。毒が痛いよ、結構毒ダメージが痛い。いないよね。なんかところのところに多分トゲいるんだろうね。トゲのエフェクトが出てダメージを受けてます。 OK、
あとはもう少しで、ちょっと待って、毒が痛い、毒むちゃくちゃ痛い。じゃあ動けなくして隙あらばと攻撃を入れていく。よっしゃ、ウィッチ鬱陶しいね、あいつのダメージ結構痛いもんね。よし、ではこっちちょっと回しておきましょう。こっち回しといて、であっちから鍵を取ってきて、太陽の門を開けてから下に行きましょうか。うん、まあ、順番どっちでもいいんでしょうけどね。こっちの方が下の敵が強くなくなるからいいよね。はいし、あれ、はい、OK、開いた。まずこっちから行きまーす。おい、めちゃめちゃ多いな、むちゃくちゃ多いじゃん。レベルアップすっげえ数だな、うん、数本当に。で、毒をお前チクチク打ってくるな。よし、いきます。あ、で、上のあの強制戦闘のところは戦いません。逃げよう、まあそこ逃げる、もっと欲しいので、時間がかかってしゃあないんで、あそこは逃げときます。よし、はい、スライム多い、スライム多いよ、ほんと。よし、ここは逃げときますね。これで時短にもなるし、まあまあまあ、あそこで変なの出てきてもね、嫌だしね。はい、止まった、落ちないかどうかがちょっと不安だもんね。いいし、行きましょう。鍵を取って門まで行きます。もう矢は十分。行かせてくれ。あー、落ちちゃった。落ちた、うん、持ってる、持ってるね。 OK、 じゃああと1匹のキャプテンを、多分下にいるから探していきましょう。いた、行ったよ。どこ、危ね、よし、はい、全部取りましたね。あれ、ああ、あったあったあった。たまにあそこの道が分かんなくなる。で、上に登ってボスですね。ボスは動きを封じることはできませんね。あぶねえ、死ぬ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 。ちょっと待って早い早い、クイックついてるでしょ、クイックついてると早いよ早いって。よし、あー、怖かった。はい、下のアーマーを舐めるなよ、動きを封じるからね。で、さらにダメージもまあ一応与えるけどね、まあそのダメージぐらいじゃクリーパーでも倒せないかな、若干残りそうだな。よし、じゃあとはこう倒してボスですね。はい、まあ、ボスは最初のうちはぴょん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 やってダメージ与え、あー残ってた。なんか段差でね、うまいことダメージ与えれないときありますもんね。多分今のはその感じかな。よし、行こう。最初は溜め置きましょう。で、ダメージが入るようになったらば一気にいきますね。もっとなんか確実にこう分かりやすい感じになればいいけどね。おい、おお、
体一体。じゃあちょっと20まで貯めて一気に行きましょうか。いいか、いけ。嘘、ダメージ入らんかった。飛び道具みたいなやつが来た。オッケー、ダメージ入るね。よし、あと毒ダメージでいけるか。いや、いけないな。毒ダメージじゃ無理か。終わり。もう倒すでしょ。はい、では最後、こうゴールまで敵がいるのでそこまでやっていきますね。最後は、まあ、別に急がなくてもいいけどもうちょっと急ぎ目でやっていきます。スライム多いよ今回。スライム多くない？にゃにゃ、オッケー、取れた。よし、バンガード取り。スライム多すぎ、スライム多すぎ問題。よし、よっしゃ、はい、ということでクリアですね。あ、まだいたんかい。はい、今日はですね最初から最後までノンストップで、レイリーやってみました。使った装備がこれですね。生きたツタのアーマーに怒りで羽ドラキノコでした。やっぱりねツタ使いやすい。うん、俺結構好きです。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。なんなんだ最後は。